はい、こんにちは。今回はですね、妄想会ですということを最初に断っておきたいと思います。でもね、あの、最初は普通のね、記事の紹介で、ね、これは妄想じゃなくて、あの、えー、記事を読みますっていうか、なんかこの記事がね、すごい気になったんだよね。っていうのは、まずこのゆりこくんのこの憂鬱そうな顔。<laughs> この人は、これマックス憂鬱な顔じゃない。この人的にはね。さあこれよく見るとさ、左目はまあなんか普通な感じだよね。でも右目、右目のね、なんだろう、あの、黒目がね、上を向いてるっていうか、あの白目部分が多いというか、 これ何を考えてるとこういう目になるかなってね、うん、普通人って何かものを考えるときってさ左目が上に行くかなっていう気がするんですよねでこの右目が上に行くまあいいかそんなことはねそんなことはあこれは妄想ではありませんねあこれもちょっと妄想っぽいか <laughs>、えー、でねこの記事が気になったのはねこのゆりこくんがなんかグズグズしてるんだよね 出馬に関してね。で、このグズグズを見て、事故をもう、え、もう本当はさ、もう出馬やめちゃうんじゃないのとかね。言われ始めるほど、このグズグズグダグダしている。で、6月のね、12日が、あの、都議会の最終日なんだよね。で、ここがもう限界だよね。国示が20日だから、まあ、12日でしょうと言われてます、その出馬表明はね。 うんで、しないっていう選択肢はないとは言われてますが、でも、この女性キャリア官僚を後継指名説っていうのがで出てきたでしょこれ、あ、元ね、女性キャリアね。で、過去にも名前が出てきたのは、それが、あの、村木敦子さんって人ね。もっと、あの、厚労省の事務官だった人。で、あくまでも噂レベルですっていう話で、 名前が出てきています。で、過去にもね、ね何度かで出てきたんだって。うん。だけど、知名度的に、ちょっと無理だよねってことで、えー、なったのですが、で、また浮上したのは、今回はね、あの、蓮舫さんに対して、この実務型ということで、この村木さんを当てていくのも、いいんじゃないみたいなね。 で、じゃあ村木さんはね、まあ、この人どんな人ってことを見ていきたいのです。な,なぜ村木さんなのかっていうのはね、まあ、小池くんとの関係が、まあ、あるはあるらしいんだよね。っていうのは、この村木さんは今、あの、官僚を辞めて、まあ、いろんなとこに甘く立ってんだよね。それで一個に、この若草の会っていうところの、なんか会長でやってんでね。若草の会をね、 立ち上げたのね、ちょっと、こ,これ若草プロ,プロジェクトっていうのを体感した後に立ち上げて、まあ、携わっている、あのー、団体の一個ね。で、この若草の関係で、今も都庁に出入りしていて、そこで、この土池都知事とね、村木さんの、は、恋ではないのか。このね、若草はね、東京都から、 なんか支援事業を受託しているんだって。で、ふーんって言ね、うね。ん。あ,あ、そうなんだってよね。で、女性、女性と支援事業って、なんだろうってことはね。ちょっとこの見ていきますね。この若草っていうのが、何なのかってことね。で、私はなぜ小池2号に村木さんなのか。 まあ2号になるかどうか分かんないけれどこの名前が上がるって時点でうんまあこの人にね村木さんに都知事になってもらうって助かる人がいるのかななんてね、はい、この辺からもう妄想が始まっちゃいました <laughs> でじゃあこの村木さんが立ち上げた若草プロジェクトは何でしょうでねその前にねこの村木さんってちょっと有名なのは 一回あの、官僚事態に逮捕されてんだよね。え、それはね、な、なんだっけな、あの、公、公印、私文書、偽罪、あ、公印、私文書って言わないね。公文書、あ、これ、見ていけばいいね。この事件ね。まずちょっと事件を見ましょうね。村木さんが巻き込まれた事件。え、結局、こう、冤罪ってことになったのですが、え、郵便不正、厚生労働省、元局長事件で、 これちょっとなんか有名だったよね。2010年ね。で、で、まあ、最終的にはあの、2010年に無罪判決を言い渡されたのですが、これね、け結構長期間交流されてて、で、保釈金払って出てきたっていうね。で、これね、何をやったのかっていうと、なんかこう、うさんくさい団体に対して、許認可をしたっていうね、それもあの、え文書を偽造して、 認可をしちゃったようなね。まあままあそんな感じね。まあここはちょっとあんまり重要じゃないのでね。はい。で、でもあのー、官僚に復帰して、それから退官しちゃって人ね。はい。で、この退官した後、えー、で、作ったのが、この、ね、なんだっけ、若草プロジェクトっていうのね。で、このホームページを見てみたのですが、これはっきり言って、この本 ページななああんんまやる気あんのかな <laughs> みたいなね <laughs> ちょっと安っぽいかなみたいな気はなんとなくしました。で、これ、な何なんですかっていうね。だから東京都の事業,事業も受託しているってことは、これ予算使ってるってことでしょ。このプロジェクトにね。でね、何をやってるんですかでね。昨今の不安定な社会情勢の中、 貧困、虐待、DV、性的搾取、育児ノイローゼ、いじめ、薬物依存などに多くの女性が、えー、苦しんでいます。で、まあ、こう、若い女性を、な,なんだろう、支援しましょうみたいなね。まあ、そういうことらしいっていうことがわかります。で、これを、あの、村木さんがな、なぜこれに携わろうとしたのかというと、拘置所で刑務作業している女性を見て、あの、若い人がいて、 真面目に働いていたでね、なぜこう、この人たちがここにいるのだろうと思って調べてみると、もともと障害などのハンディキャップがあったり、お野菜たうえられず一人で頑張る中、風俗や薬に引きずり込まれてしまったりなど、生きづらさを抱える女性が多いという事実に直面ね。うんで、あ、まあまあ、そういう感じかな、みたいので。で、もう一人ね、この代表理事がいて、でね、 この人はね、あの弱聴って言ったい、瀬戸内寂聴先生に、こういうのを作りなさいみたいに提案を受けてね、先生に、えー、孤立している女性の出所写真を提案し、ちょっと待ってね、まずね、寂聴さんに、90歳を超えた頃に、ね、弱聴さんがね、弱案を女性のために使いたい。 何か考えなと、この寂聴さんからまず提案されたでしょでえ、じゃあ、あの、罪を犯して孤立している人の弁護をしてたんだよね、この人ね。で、先生、だから寂聴さんに孤立している女性の出生者支援を、じゃあしてみたいと思いますね。だから先生に考えなって言われて、 で,で、提案しました。で、先生の開拓を得てで、村木敦子さんを通じて、法務省を訪ねましただから、だから最初に、この若草プロジェクトを考えたのは、こ,この大谷,大谷さん、こちらの人なのかなという気もします。で、ここ,こにあの瀬戸内寂聴が1枚かんでいます。<laughs> うん、ここが ちょびっとね、ちょびっとなんか気になったところです。で、えー、この若草プロジェクトね。でね、この事業報告をね、見ていく、見ていきました。若草プロジェクトじゃ何やってんのってことを見ていくとね、えー、LINE による相談活動をね、あとボ、ボンドプロジェクトに委託して、 行うとともに、だから LINE 活動は、どっかに委託してるってことね。若草は直接やってないってことだよね。あとこのシェルター、ステップハウス、シェアハウスの機能を合わせ持つ若草ハウス。だからステップハウスってことは多分、あの、刑務所から出てきてすぐにこう社会に、社会復帰する前に、 一旦その間にこういうステップハウスみたいなね、こういうところを経て社会復帰をする。だから社会復帰のお手伝いみたいな機能を持つ若草ハウス、えー、かと思うんですね。私はね、それを都内に建設し、はい、運用開始。だからこ、こういうので、都内だから、これが事業としてやってて、都内の予算が と、えー、の予算がついてるってことだよね。こういうあのあ、ハウスの建設運用にね。で、ちょびっと気になったのね、えー、前年度に締結したファーストリテイリングとの協定に基づき、えー、シェルターや自立援助ホームにユニクロの肌着の寄付、セオリー一切の発祥イベントへの招待と、 を実施するとともに。これちょっとよくわかんなかったのね。セオリー主催のうんぬはね。でも、ファーストリテイリング。だからこれユニクロ、ユニクロでしょで、ユニクロとこの若草ハウスが、あの、協定を結んで、このユニクロ商品を、このホームだよね。自立援助ホーム。この若草ハウスに寄付をするとかね。 えーまあ、その協定がありますというねで全国の施設に医療支援を行う若草メディカルサポート企業を企業からの寄付を原資に創設しましたうんじゃあこの寄付もあのファーストリテイリングはしてるのかどうかねでファーストリテイリングと、まあ、協定を結ぶっていうところ、まあ、他にもいろいろあると思うけれどね うん、例えばほらここでも、あのー、着なくなったユニクロの,あの洋服を、あのー、寄付するあのプロジェクトみたいなやってるところもあるでしょ、うん、だからはこの若草プロジェクトとファーストリテイリングが協定を結んでいても、えーまあ、そんな不思議さはないと思うのですが。 わファーストリテイリングといえばねな、なんかちょっと気になってね、いろいろ調べちゃったらね、<laughs> いろいろ調べちゃって、はい、このファーストリテイリングの社長をやっている人はね、だ誰でしょうで、これが、あの、無印にいた人ね、無印にいた、ドーマイの信夫さんって人が、これがファーストリテイリングに、 で、無印とねな、なんだろう、ユニクロは、なんかこう関連あるって話あるよね。で、この無印と聞いて思い出したのが、あの、秋田方市長の石丸さんね。<laughs> 石丸さんさ、あの、無印を秋田方市に出展しようとしていて、 それはなんか反対にあってなくなっちゃったんだよね。で、この無印出展の件でも結構吸ったもんだしてましたね。はい。で、で、でですよ。でね、あのー、この若草プロジェクトとなんか似てる団体があったなーって思い出したんだよね、うんで。で、それはね、あれ、あのー、 これもね、石丸さん関係で、石丸さんがもう一個、議会とね、対立した出来事の中にね、副市長を、あの、外部からね、だから秋田か、だじゃないところから、えー、ヘッドハンティングっていうかね、迎え入れるっていう話を、えー、それを持ち出して、それも反対にあったっていう話がありました。 でね私はねフローレンス関係の人と聞いたと思って今調べてたんだけどねそこはちょっとはっきり出てこない、うん、じゃあフローレンスとしますねフローレンス関係の、えー、仕事をしている女性をな,なぜ秋田方市の市長に副市長として迎え入れようとしたのか これでも唐突な話だよね普通地元民選ぶよね副市長にねうんそれがフローレンス関係でねでだったと思うんだよねまあ今日妄想日だからねでねフローレンスってね何ってね調べてみるとね孤立する妊婦を支援へつなぐ日本初の無料サインで赤ちゃん息をゼロにでここはね な,なんだろうあのー、子供支援みたいなねちょっとこれビジョン見てきますかね,うんとねフローレンスとはっていうのはね、うん、私たちは社会で子供を育むことを設立時から理念とし日本の子ども子育て領域において全国に福祉支援活動を広げながら社会課題の解決を行ってきましたでで,でどうやらねあのー 子どものない養子縁組とか、う、え、ん、ー、なのですが育てられませんとか、あのー、そこの、ね、間に立つ施設ではないかな。うんあのー、で、で,で,ですよこのフローレンスね、なんとなく分かりますよね、どんなところかっていうのはね。で、このフローレンスと若草プロジェクトって、これ話つながってこない。<laughs> ね えー、今日妄想会ですからね。っていうのは、この若い女性のね、えー、これは誰にも頼れずに一人で頑張る中で風俗や薬に引きずり込まれてしまう、この若い女性のサポートがメインなんですよ。この若草の方はね。で、この中でこの若い女性で、この風俗とかね、薬とかをやっているうちに、 望まぬ妊娠をしてしまう人って、一定数いるんじゃないのかなっていうね。うん、で、その、えー、お,お子様を、このフローレンスに託すなんてことはないかな。なんかこの若草とフローレンスは、えー、どこかで、あのー、語呂関係っていうか、つながりね。だって普通にこう、つながってきそうでしょ。このように、事業内容を見るとね。えー、で、 何だ,ろうね、<laughs> 何だろうねっていうかねうーんで今さ石丸さんもあの都知事選に出馬しましたで村木さんという人も出てきましたでその村木さんの知り合いと石丸さんの知り合いが何かつながってませんかというね。<laughs> で ユリコくんはもう今回は出馬を出馬放棄して村木さんを後継指名するかもね、うん、じゃあ例えばさあの自分たちの利権を守るために本当はユリコに、えー、都知事をやってもらいたい人たちのグループがあるとしますねでもこれ、えー、もうゆりこはダメなんだな使えねえなとなると じゃあ俺たちの利益を担保してくれる人材を育てなければいけないなとか考えますね。その時に都合がいいのが、えー、もしかしてこの村木さんとか、えー、石丸さんでまあどっちでもいいやみたいなねどっちかなってくれればいいやみたいな、えー、計画がもしかしてあるのでしょうかでね、うん、何やら。 石丸さんを応援する社長さんはね、何人もいらっしゃると、わざわざ私にあのコメントを寄せてくださった方もいるので、じゃあその支援者って誰なんだろうってね、勘ぐりたくなってしまうと、もしかしてこの無印の人とかね、ファーストリテイリングの人とか、うんね、だって無印の社長がファーストリテイリングからい行ってるわけでしょ。でね あとね、えー、さっき西丸さんのね、件をね、調べてたんです。その、本当にこのフローレンスからの、あの、副市長のね、ヘッドハンティングだったかなと確認したくて、いろいろ調べているうちに、このね、クライマーズ2024年っていうね、これがなんかこう、大げさなセミナーって言われてるけれど、なんだろう、あのね、 すごい大きいところでやったんで、東京ビッグサイトだったっけな。で、このクライマーズ2024とか、これね、何ですかっていうね。で、これはね、なんかね、華々しい、あの、いわゆる成功者。だからクライマーだから、いろいろ、あの、登り詰めてきましたよみたいな人が登壇するところが、そのクライマーズ24とかいうやつね。で、そこに、 まだそんな登り詰めたっていう感じでもない <laughs>、石丸さんがここに、あのー、登場して、ここで、あのー、都知事選ね、出馬しますっていう意向を表明した。で、それがなんだっけ、あの、スティーブ・ジョブズみたいな、あの、えーヘ、ヘッドマイクをつけて <laughs>、ああ、華やかに出てきたって場面ね。 でねこのクライマーズ24を主催しているのがねどこかを見てきましたそうするとエイトテレビ東京、えー、ゲーテっていう名前が出てきますでこのねエイトはね何だろう炭酸株式会社法人向けおよび個人向けで名刺管理サービスを提供する日本の株式会社でねで、まあ、テレビ東京はわかるでしょう ゲーテってな、何ですかってね。調べてったら、あのー、なんか雑誌なんだって。男性向けビジネスカルチャー生活情報誌で、で、ここをゲーテをどこが発売しているかって見たら、幻冬者って書いてあるのね。で、あれ、幻冬者ってだ誰が社長だったっけな。なんかあんまり評判良くない人が社長やってないかなと。 思い出して調べてたら、あの、このト城徹さんっていう人ね、この人、あんま評判良くないよねっていうのは、テレビ朝日の放送番組審議会の委員長をやってて、えー、結構我が物顔で、なんかこの番組を私物化している、例えばこのテレビ朝日の番組の中で、えー、自分の,あの出版社の本を紹介しちゃうとかね、 えー、そういうあの行動が目に余りますねみたいな話を聞いたことがあり、えー、で、健ー徹さん、つまり、厳、え、冬、ー、者がやってる、えー、この雑誌が、このクライマーズイン24の主催をやっていた。で、健城さんとかさ、ファーストリテイリングとか、無印とか、 フローレンスとかね、ワカクソプレジェクトとか、うん、こ,れこういう関係者たちがもしかして石丸さんを推している人たちなのかななんていうね、はい、今日は、うんえー、妄想会ですね。はい、私の,あのパズル合わせっていうか、こういうことになってないかなっていうね、はいあのー、なのでね、皆さんこれをあの聞いて、あ、そうなんだなんて思わないで、 あの皆さんの頭の中であのご自分のパズルをね、組み合わせる際の、まあ、ちょっとした参考にしていただけると嬉しいかなという回でした。はい、またやります。ではまたバイバーイ。